チャックバスです。今回はね、ニューヨークの携帯事情ということにことで話していきたいと思います。で、今回はですね、膨大な料金にならないためにということで、まず携帯が使えるかそうでないかでは本当に行動と幅がね、動き本当に変わります。やはり一番はやっぱり地図ですよね。まあ紙の地図見て動かれると思うんですけども、でも正直携帯でGoogle とか、その前回話させていただいたアプリの地図とかで道をね案内してくれる方が本当に楽なんで、そういう意味でやっぱり行動と幅は本当に変わっていきます。ではですね、そこで現地でね、携帯をそのまま使うと本当に膨大な料金になりますんで、そこでどうするかってことを考えていきたいと思います。それではね、まずソフトバンクの携帯をお持ちの方、私ソフトバンクで現在ね、ソフトバンクではアメリカ放題っていうのをやっております。まあアメリカ放題って何ていうか、どういうことなのかっていうと、ソフトバンクのまあ対応機種、まあちょっと期限ですね、今は無料なんです。なんですけど、ちょっといつこれが変更されるかちょっとわかんないんで、よく確認してから言ってください。で、どういうものかっていうと、本当に簡単に言うと、僕前回のニューヨーク、そのままソフトバンクだったんで、そのまま持ってて使用させてもらったんですけど、すごい便利です。ほとんど設定もないに等しい状態なんで、本当にそのまま持ってって、で、ニューヨークについて電源を入れると、まあ、いつも左上にソフトバンクって出てると思うんですけど、それが、スプリントって名前に変わって現地のデータ通信を行って携帯が使えるようになるんですけど、ちょっと場所によってはね、スプリントが届かなくて AT&T っていう表示も僕出たんですけど、まあちょっと怖いじゃないですか、現地でソフトバンクから言われてるスプリント以外の電波を受信して大丈夫なのかなってちょっと不安だったんですけど、まあちょっとそのまま使ってみようかなと思ってそのまま使ってたんですね。大丈夫でしたね。ちょっと本当に心配な方はソフトバンクの方に聞かれた方がいいと思うんですけど、僕はそのまま使って高額請求なかったんで、まあ大丈夫だったんじゃないのかなっていう感じで、はい、使っておりました。本当に期限と対応機種がありますんで、そこだけ確認していきましょう。はい、それでは次に2番ですね。SIM フリーの携帯を現地 SIM を借りて使用。実際ね、僕これやったことないんで、ちょっと高額料金にはならないと思うんですけども、ちょっと僕自身がね、アメリカ、ニューヨーク行った時に一番最初に違法なタクシーに、ね、現金奪われてしまったってことがあったんで、ちょっと私は怖くてできないですね。ちょっと、どのぐらいの広告の内容を信じていいかもちょっとよくわかんないんで、ちょっと試した方はぜひ教えてください。で、僕が一番簡単でね、おすすめするのが、日本の会社の海外旅行向けのポケット Wi-Fi をレンタルする。これですね。本当に楽です、これも。本当に日本で、僕は、前回羽田だったんで、羽田で、現地で、羽田の空港で、その、Wi-Fi をレンタルして、で、ニューヨークにいる間、それを使って、で、帰ってきて、それも空港で返して、羽田で返却みたいな、本当に使い勝手のいいね、レンタルでした。で、料金も後でちょっとお見せしたいと思うんですけども、これが一番簡単で楽なんじゃないかなって思います。本当に、機内とか、機内もそうですし、現地での操作、設定の仕方、あと、本当にこれだったら、一番高額料金にならないで、携帯使えます。本当に楽です。ソフトバンクじゃないのを気にしないでね、どこの携帯会社の方でもそのまま持って使えますんで、本当におすすめです。はい、それではね、これグローバル Wi-Fi の、トップ画面なんですけども、ここからポケット Wi-Fi のね、レンタル、まあ、料金と一応あれですね、
申し込みから返却までみたいなのを軽く見ていきたいと思います。まあそんなに難しいのじゃないんでね、やっていただければわかると思うんですけども、ひとまず料金プランですね。で今回行かれるのが、北アメリカのニューヨーク、で一応3種類あるみたいで、まあ大容量、超大容量、まあ僕は普通に前回行った時、僕この大容量とか超大容量とか別になかったんで、特に現地でまあないと思うんですけど、長時間動画を見るとか、まあ飛行機の待ち時間等々でも使用したいっていう場合でしたら、ちょっとこういう大容量、超大容量とかでもいいかもしれないと思うんですけど、普通に地図見るとかそういうのだったら僕はこれで大丈夫なんじゃないかなと思います。前回僕これで行って、まあ現地で地図、まあホテルでは、ホテルの Wi-Fi は僕前回行ったと、その Wi-Fi 借りて行った時は有料だったんで、これで普通に日本のテレビとかインターネット返して見てましたけど、全日程で5日間だったかな、特に不具合っていうか不自由なかったんで別に大丈夫だと思います。まあ心配な方はね、用意されてるんでちょっと考えてみてください。まあ北アメリカ、アメリカ本土で計算する、1日970円、まあ1日1000円ぐらいですよね。で1000円で、まあ、日数によって、まあ、5日だったら5000円っていう感じですよね。で、こういうふうにね、日額でライトプラン、プレミアムプラン、オーダー型っていうので、まあ、レンタクルしていく場合の、まあ、注意事項じゃないんですけど、やはり盗難とか紛失とか、そういう時にですね、完全に言えば安心保証パックみたいなもんなんですけど、まあ壊れた時に 100% 保証してくれますよとか、まあそういうのプラス、モバイルバッテリーがついてるよとか、でそういうのはあとオーダー型ってそれをそのまま選べたりとかね、そういうのもありますんで、で僕も行った時こういうのなかったと思うんですけど、シータのカメラとかマルチ変換プラグとかこういうのも貸してくれるみたいなんで、もしよかったら使ってみたはいかがでしょうかというところですね。まあ1日本体だけで1000円で、でこういうのを入れていくと、まあ1日1500円、まあ5日間で、まあ1日1500円で考えて4500円、安い方じゃないかなと思います、正直。携帯現地で本当に使っちゃったっていう人で、本当に1万2万、下手すれば本当にもっとすごい金額請求されたっていう話僕聞いたことがありますんで、でこれの設定なんですけども、これを持っていくじゃないですか、このグローバル Wi-Fi 自体を。で現地に、飛行機の中はまあ電源、離陸の時に電源切ってくださいって言われると思うんですけど、電源切って、まあこれなんですけど、で向こうの現地着いて電源入れると思うんですけど、もう電源入れたと同時に機内モードにしてもらって、飛行機モードみたいなやつですね。まあそれで機内それでいていただいてもいいんですけど、で機内モードにしてもらって、で Wi-Fi 電源入れてもらって、で機内モードの中にも Wi-Fi が使う機内モードとそうじゃないモードっていうのがあるんで、 Wi-Fi を使う機内モードに変更してもらうと Wi-Fi が使える機内モードで、で Wi-Fi の設定画面からこのグローバル Wi-Fi の電波をキャッチして、でパスワードを裏面にかな、多分紙か書いてあると思うんで、それを入力してもらって接続するだけで、現地いる間ずっと機内モード一回も解除しない、でそのままこう携帯使えますし LINE 等も使えます。その代わり電話ができないですね、機内モードの。なんで電話だけは別の手段取ってもらって、もしくは緊急時だけその機内モード外してもらうとかっていう使い方ですかね。それでもう 100% 言っていいですね、高額請求起きませんので。僕はこれ借りていた時もずっと機内モードで、
このグローバル Wi-Fi の電波使ってずっと携帯使ってましたけど、本当にそのまま一番楽な方法だと思いますので、ぜひおすすめです。最後に簡単にまとめだけしておきたいと思います。まあ、ソフトバンクの対応機種でしたらそのまま持ってって携帯自体は使用できます。ですけど、このアメリカ放題の期間でしたり対応機種が限られてますので、そこを確認してもらって使えるかどうかってところですね。まあ、その対応機種の場合は本当に現地でそのまま持っててそのまま使えますんで、まあ、設定もそんな難しくないのでそれもいいかなと思いますけども、まあ先ほど言いましたけど、やっぱり他の電波を取ったね、キャッチした時のね不安等々もあると思いますので、そこも注意していただいてね、心配の方はソフトバンクの方に聞いてもらって行かれるといいと思います。で、あとはポケット Wi-Fi ですね。先ほども説明した通りですね、高額料金も防げて、でも機内モードにして、あとはもう機内モードついたら、ニューヨークついたら機内モードの Wi-Fi 仕様に変えてもらって、でそれで電波掴んだらもうそのままずっとそれで使えますし、まあ、機内モード外すことも現地でしなくていいんでね、もう絶対高額請求は絶対防げるってところで、はい、すごいおすすめです。まあ、日額に関してはまあ1000円から1500円なんで、まあ7日間5日間でもさ1万円いくかいかないかぐらいですよね。はい、それで携帯使えるってなると、本当に初めて行かれる方は地図で本当に困ると思うんで、ニューヨークも何て言うんですか、道が入り組んでるっていうんですかね、本当にストリートとストリート、1ブロック1ブロックが分かれてますんで、まあ歩き回ることは絶対あると思いますんで、そこで携帯で地図でナビしてくれるっていうのは本当に楽なんでね、はい、おすすめしたいと思います。それでは今日はねこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。